おはようございます。本日は根岸岳に登りに来ています。本日は2021年1月3日になります。私にとって今年初めての登山になります。前回の南沢山登山から2週間ほど経ってしまいましたので、今日は少し軽めのスノーハイクを楽しみたいと思ってこちらの山を選びました。事前に山アップなどで登られた方の活動レポを見ましたら、とても雪が積もって綺麗でしたので、今日は綺麗なスノーハイクを楽しみにして登っていきます。本日も足元はチェーンスパイクになっていますけども、どうですかね、雪はくるぶしあたりぐらいですかね。ちょうどこれくらいだとチェーンスパイクで登りやすいですね。おお、すげえ。ただいまの温度はマイナス4度ですかね。雪がサラサラのせいか、今日は雪団子できないですね、靴の裏に。
山頂が見えてきましたね。山頂ですね。おお、真っ白だ。レビソ岳山頂到着しました。山頂で30分ぐらいいますけども、一向に晴れる気配がないので、下山することにします。はい、本日も無事下山させていただくことができました。2021年最初の山、ネビソ岳マイナス4度の中のスノーハイキングでした。低山ではあるんですけども、しっかりと雪が降っていたおかげで、美しい幻想的な世界を見ることができて最高でした。ただ一方で、低山だからといって、侮れないなという雪山の怖さも知ることができて、いい教訓になりました。今回学んだことをですね、生かして次回以降も安全な雪山登山を楽しんでいきます。最後までご視聴ありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。